企業名がノマディックで、はい、工藤浩平と言います。よろしくお願いします。はーい。光栄です。わかるでしょ？オリンピアン、おなじみね。オリンピアンよ。ね。光栄がやってますよ、ノマディック。何年目になりました？そうですね、今年で3年目になりますね。もう3年だ。はい、もうインタースタイルもね、おなじみですよ。ね。じゃあ、もう早速なんですけど、ノマディックのおすすめの一品、これ紹介してもらっていいですか？そうですね、ノマディックのコンセプトが、ストリートウェアプラス、まあ、スキー場でウェアとして着れるっていうラインで、はいはいはい、今回は、プローバージャケットを、はい、おすすめしてます。一応3色の切り返しでちょっとオールドスクールな感じにして、はいはいはい、撥水かけてっていう感じですね。やっぱりあったかい季節になってきて春先だったらこれ1枚でいけると思うんで、中シャツ着て、はいはい、こうなんウィンドブレーカー感覚で羽織って滑るっていうのがやっぱ今のファッションのつながりかなっていうのがあるんで、まあ、あとそうこういうフリースを作ったりですとか、やっぱカジュアルにこうストリートウェアとして山でも着れるっていうコンセプトでやってます。まあ、これ着てその上にプルオーバージャケット着て、暑くなったらこれだけで滑るとか、はい、そういう感じで。なんか年々アイテム数増えてるんじゃない？そうなんですよね。1年目は本当に3、4個ぐらいしかなかったんですけど、今はおかげさまで、また去年からも3アイテムぐらい増やしてとか。そうそう、はい、着々とね、人気出て、僕の地元ね、栃木県宇都宮でも来てる子たち結構いたから、火ついてますよ。いやー、嬉しい。社長社長うわうわ、ね、待って待って、オリンピアン。もうマイク必要あんのかっていうぐらい。まあ、そういったわけで、ありがとうね。はい。ノマディックから。工藤浩平くんに伝えてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。